実際そのワールドカップ行って南アフリカ戦に出るわけですけど、はい、あの実際南アフリカ組んでみてどうだったですか。まあやっぱりすごい強かったですよね、うんうんうん、やっぱりその南アフリカ戦の前にあのジョージアとスクラム9月5日のそうです、ね、はい、試合をしたんですけど、うん、まあ、そこでだいぶ手応え掴んでたんで、うんうん、まあ、いけるんじゃないかっていう、まあ、フォワードでも話してたんですけど、やっぱりワールドカップになるとそれ以上のものっていう感じでしたね。でもしっかりボールは出せてました。まあ、そうですね、あのゲームプランで組んですぐっていうゲームプランで球を入れたらすぐ出したんで、まあ、まあ、プレッシャー受けてましたけど、うん、まあ、そこまで崩れることなくしっかり球を出せたんで。で実際その最初覚えてるけどやってるうちに、あ、でもこれ試合結構かいけるかなって思った手応え掴んだ時とかどの辺あたりだったんですか。いやでもあれですね、得点はそんなにされてないのに時間が経ってて、うん、もう前半終わったっていう時に、うん、ああっていう感じでしたね。ああ、あっという間だった。時間あっという間でしたね。で今度はあの2019年にこの日本で行われるんですけど、はい、それの時は自分はどういう風になっていたいと思いますか。メンバーでいたいのか。やっぱりメンバーでスタメンで出てたいなっていう風には思ってますけど、うん、今はそこにめがけてやってるっていうよりは、うん、やっぱり今の一個一個、うん、トップリーグとか、うん、スーパーラグビーとかあると思うんで、うん、まあ、そういうところで一個一個しっかり自分のプレーをしっかり出していくっていうのが、やっぱり先を見すぎちゃうとブレてしまうと思うんで、しっかり今をしっかりやっていきたいなと思います。皆さんこんにちは。2015年ワールドカップでは皆さんの応援が大変力になりました。2019年に向けて皆さんで盛り上がっていきましょう。応援よろしくお願いします。